い、皆さんお疲れ様です。今日はですね、少しねウィンカーを早めに出したらいいと思う。歯切れ悪いです、まあ法律上どうとかあれじゃないんですけど、ちょっとしばし思うことがあるんでね、まあ、そんな感じで、まあどう思うか分かりません。いろいろ意見あるとは思いますけど、自分はそうした方がいいんじゃないかなと思って今日の動画にしています。例えばこれの次の信号なんかもそうですけど、左が左折と直進で、直進の右折になってるんですよ、交差点がね。次の交差点ですよ、ここの交差点もそうですけどね、右折の交差点ありますけど、車線ありますけど、どうしても右折が混んでる時にどうしても車線から出ちゃうことってありますよね、並んでてね。その時にウインカー出さないとね、慣れない人だと後ろに並んじゃったりとか、あとはこう様子がちょっと見えなくて、あれと思ってくってたら、なんだ右折だよってことが結構ありますよね。だからもう後ろについた時点で一回ウインカー上げていて、まあその右折車線がその先長いのであればね、一回右折車線に合流してウインカーを上げなくてもいいんですけど、その直線のね車線のところにお尻が出てる状態とか自分の車が出てる状態の時はウインカー上げてあげた方がいいんじゃないかなと思います。まあ今朝ね、国道246号線の片側2車線の道路、左側1車線がね橋を越えて左側へ側道へ降りる道があるんですけど、そこいつも混んでるわけですね。あとはまあいつも使う、まあ、有名なところだと金田って信号があるんですけど、そこもね金田の交差点のところがね、246から国道129号線を降りるのに、まあ、ちょっとね246のお尻が出ちゃって渋滞を作ってるところがあるんです。まあ読める人は読んでね、いつもだと分かる人はね分かってこう進路を真ん中に取ったりとかするんですけど、どっから並んでるかっていうの分かんないんでね、場合によっちゃね並んでないと思って並んでたというかね、そういうこともあるんでね、まあ、ちょっと早めにウインカー出してあげた方が円滑なんじゃないかなと思って、まあ自分はやってるんでね、もしよかったらということで、そうしたらいいんじゃないかなと思います。確かに道路交通法そうしろとも言ってないし、それは分かっているんですよね。まあ、コメントの中で、どう方向でどうしてこうしてという方もいらっしゃいますけど、まあ、そういうことじゃなくてね、全体的なまあマナーというかね、まあ、流れを良くするためにそういうふうにして心遣いをしてあげればそういうことがないんじゃないかなと思います。今そうですね、今これで分かるかな、ちょっと分かんねえな。今上の標識見ると分かりますよね、左左折直進直進右折になってるんですけど、これもうちょっと手前に行くと3車線が4車線で右折車線ができて、曲がれになってます。そうするとね、もしこの右折が混んでいるとお尻がはみ出て1車線潰すようになっちゃいますからね、そういう時に一番後ろに並んだ時にちょこっとウインカー出してあげれば後ろの車がつかないでつきますので、直進なのかどうか分かんないね。まあ毎日通ってる道だとかね、そういうんだったら分かるは分かるんですけど、でトラックなんかね、それ見通しよくて見切りが効くんですよ。ああ先止まってんなって。ところが、まあ、自分なんかもそうですけど、乗用車乗っちゃうとね、やっぱり見切りが効かない。例えばトラックが待ってるとすると完全見切りが効かないわけじゃないです か、 だからそういうとこも含めてね、そういう風にした方がいいのかななんて思ってます。これは道路交通法上そうしろと言ってるわけでもないしね、法律でそうだってことじゃないんだけど、そういう風にしてあげたら円滑になるんじゃないかと思ってお話してます。なのでね、道交法はどうだとかこうだって言われてもちょっとそれは困っちゃいますんでね、自分がそうした方がいいと思ってやってることですからね、まあ、そんなことを思いつつ交差点待つ時にそんな風にしています。ですね、うちの会社に入るところ、あこれも動画撮ればよかったかな、会社に帰ってくる と、うちの会社の車庫っていうのは交差点右折車線のちょっと手前のところに、入るところがあるので、まあ車線を潰しちゃいますし、あとは、後ろねトラックなんでなかなかさっと曲がれないんですよ。で一応後ろの車にね合図をするのに、どれくらいかな、
300メートルぐらいあるのかな、うん、手前からウインカーを出すようにして坂を下っていくようにしているんですよ。なんでね、あの後ろの車がついた時に普通前見て、あ、ウインカー出してんなと思えばこう後ろにくっついちゃうと止まる可能性があるなと思ってね、避けてくれるんですけど、まあ中にはね、それ理解できないで後ろにくっついてね、そうするとその車がもし後ろくっついちゃうと、そのうちの後ろの車ってまた見えないわけじゃないですか。そうするとね、あのいつの間にか右折自分が終わるまで後ろずらっと並んじゃうみたいなね、そんな現象も起きちゃうんですけど、ちょっとそれじゃなんなんでね、やっぱりそうならないようにするためにも、ウインカーはめ出すね、坂の上から、200-300 メートル上からずっと坂ウインカー出して坂を下っていくような感じですかね。そんなことをしているわけですよ。で、まあそういうことをすることによってね、後ろに例えばつく車も前もって分かれば後ろをね避けることもできますし、まあね、そういうことをした方がいいんじゃないかと思って、まあ、まあ、提案ですよね、をしています。まああいつがね、あの遅いと迷惑だけど、まああんまりね、あのなんて言ったらいいんだろう、右折する場所が例えば3つも4つもあって早めにウインカー出しちゃうと、それはそれでどうなのかなってところもありますけど、ただ合図は早めの方がいいですからね。あの一番ダメなパターンはもう曲がる寸前にあのウインカー2回か3回いきなりあれするとか、あとはもう交差点止まってブレーキ踏んでからウインカー出すとかね、それだと結局後ろあの詰まっちゃう状況になっちゃいますからね、なんでね、そういう風にならないように早め早めにウインカーを出した方がいいと思いますね。合図は早い方がいいですからね、あの回避するんでも何でもそれ見てね、ああ前止まるんだ曲がるんだって判断できますからね。でいきなり出していきなりブレーキ踏んじゃうと場合によっちゃ間に合わないのもありますからね、ちゃんとね自分がどうしたいのか、意思表示をする、曲がりたいのか止まりたいのか、そういうところも含めてね、あのきちっと意思表示をすることが大切なんで、だからハザードランプなんかも典型ですよね。ちゃんときちっと出してね、止まるときはそういうふうにするとか、まああとねウインカーとかに関してね、ウインカーで止まんないでください。運転するときハザード出してください。結構ねお年を召した方がやるんですよ。見てて左止まりたいのに、まあ電話かかってきちゃってみたいな感じで、左ウインカー出して止まってて、いやだったらハザードにしてみたいなことも感じる時ありますからね。一生中間違えちゃうと後ろがあれ何どうしてどうしてなんでなんでみたいなことになっちゃいますから、そこはちゃんとねハザードランプ出すようにしてほしいと思います。はい、これね産業道路ってところから愛知県肥国道15号線、箱根駅伝で有名な道ですよね。ここを、左側に寄るんですけど、速道入るんですけど、速道入った後右折なんですよね。環状7号線環7入るんですけど、愛知県肥から環7、産業道路から愛知県肥から環7、見ての通りこうやって先渋滞してますよね。でこの先右折するのに、右折車線入ると大概お尻が出てるんですよ、みんな。まあみんな分かってるっちゃ分かってるんですけどね、まあでもそんな感じでねお尻が出ちゃうんでね、一番後ろに行った時自分はどうしてるかちょっとやってみますね。はい、これで環7に入っていくんですけど、ちょっと見えるかな。あ、これウインカーありますけど、前の乗用車上げてないですよね、ウインカー。トラック後ろのトレーラーだろうな、トレーラーだとかは上げてるんですけど、こういう風にして例えばまあ前の車みたいにウインカーを上げない状態でお尻出てると、
後ろに繋がっちゃう可能性があるわけですよね。ああ割り込んじゃって、まあ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 、よいしょ、ね、だからそう考えると前直進行けますよね。ウインカー出していれば後ろにつかないわけですから見通しがつく。でも前の車はウインカー出してないよということになっちゃうんですよね。レンタカーなんであえてナンバー隠しません。レンタカーなんで誰ってわけじゃないんでね、否定できないんで、まあ、ナンバーあれですね。まあそんな感じでね、こんな感じで膨れた時に後ろね、ウインカーを出してあげればね、後ろにつかずに渋滞をしなくなるということで、そういう風にしてみたらというおすすめでもあります。実際にこうやってねやってみると分かると思いますけどね、うん、まあそんな感じで今ちょっと右折してみました。はい、まあね、早めに上げた方が後ろにね、どっち曲がるのこっち曲がるの、ブレーキもそうですけどね、分かりますからね。だからね、ちょっと気持ち早めにウインカーを出すとか、あとはまあ左側ちょっと今路中してる車いますけど、路中するんであれば早めにハザード出して手前から止まる、ね、ギリギリになって急にキュッとやってキュッと止められてもね、やっぱりどうにもならなくなっちゃいますからね。そこら辺は早め早めになって合図するようにした方がいいと思います。はい、今日の動画は以上です。まあね、ウインカー早めに出せばね、事故も防げるし、そういうこともあります。あとはまあ先ほどみたいにね、後ろ塞いで止まっちゃうときはね、ウインカー上げといてあげれば後ろつく車が見切りつきますからね、そういうところをウインカーうまく利用してね、あとハザードランプもうまく利用して、ね、携帯電話かかってきちゃいました、止めます、左のウインカー上げてこう止まっちゃうみたいな人いますけど、それ困っちゃいますんで、ね、結構困るんですよね。ちゃんとハザードランプ出して止まるようにしてください。はい、じゃあそんなわけでね、この動画良かった、参考になったと思う方は、グッドボタン、そして、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、じゃあ今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。この後運転される方、気をつけて運転してください。では皆さんご安全に。